皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今日は、サッカー界における歴史的な瞬間についてお話しします。さて、注目のニュースとして、ヨルダンは初めてアジアカップ決勝進出を果たしました。対戦された韓国の夢の16大会ぶり優勝は叶わず、4強敗退となりました。試合はに、0でヨルダンの勝利でした。ヨルダンの躍進は単なる偶然ではありません。グループステージから決勝トーナメントにかけて、一貫して強さと粘り強さを示してきました。特に、ヨルダンの10番アルターマリ選手は、この試合でも、 1, 1。得点1。アシストを記録し勝利の立役者となりました。ここでコメント欄の意見を取り入れさせていただきます。多くの方がアジアカップの本気度に触れています。特にボールに対する執念や強引な個人技という点は、ヨルダンの強さの原動力になっていると、これらの意見からもヨルダン代表はただのグラバではなく、自身の力を持っていることがわかります。また、韓国代表の敗退については、前の試合での延長戦の票や相手のモチベーションの高さが影響したとの声もあります。サッカーはいかに緻密な戦術を持っていてもその。 コンディションや心理状態が勝敗を左右することが多々あります。これからのサッカー界において我々は強者だけば勝つという常識を再考しなければなりません。特にヨルダンのように技術だけでなくハートと執念で戦うチームの崩し方など新たな戦術の研究が必要かもしれません。最後にヨルダンの決勝進出は彼らの強さだけでなくアジアカップ全体のレベルの向上を示しています。それでは皆さん、最後に一言。ヨルダンのようなチームの躍進はサッカーというスポーツの可能性を広げ、より一層の興奮を私たちに提供してくれます。 これからの決勝戦そしてサッカー界の未来に交互期待ですこの度はご視聴いただきありがとうございましたモノモースでした